はい、ジンでございます。セブンナイツ初めて15日が経ちます。ではサビー、はい、早速ですが初めての進化をさせたいと思います。バチ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 、やっとですね、私この聖水見てください、7です。虹の聖水7でございます。もう毎日ね、今進化のクエストをねずーっとぐる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 回ってるだけなんですよね。ようやく7、多分これ7集めるのに5日ぐらいかかっちゃったかな。まあなかなかレベルも上がっていくんでね、経験値で非常に助かっているんですが、では早速進化させましょう。誰を進化させるかといえば、どうやらこのブラックローズ、彼女が一番評判がいいというか強いんじゃないかということなので進化させていきたいと思います。まずは今星4なんで1段目の星5にさせたいと思います。数はあると思いますと。5万円か、スタート。あと狙い撃ちよ。あ、びっくりした、もう進化したかと思ったらまだだね。ヒットポイントが一気に164。まず1段を初めて見るこの画像。おう、紫色になった。はい、そしてですね、さらに進化させましょう。今闇の侵入者ブラックローズからさらに上、星6の段階に持っていきましょう。虹の聖水3を必要としています。聖水もね、上級10個、結構集めるのきつかったんですが、はい、ギリギリありますね。うわー、10万。あー、もう本当にこのゲームやっててコインが少ない、本当金欠になりますね。あー、レベルが足りない。30になんなきゃできないんだ。あー、そういうことか。じゃあまあとりあえず今回はこのブラックローズだけでもね進化させましたと。10万次かかると、ここでもう一体5万かけてやると貝とかねやりたいんですがね。今回まず1体ブラックローズ進化第1弾させましたと。何度か経験値増やして明日明後日にはねもう1ランク進化させたいと思いますと。では次ですね、成果発表いきましょうか。まずはこちら、私ですね、このギルティギアの防具選択権をいただいているんですが、未だに受け取ってません。そしたらこちら見てください、ゆう横山さんからまたお手紙。ギルティギアの装備召喚権は、武器は敏捷アップ、見た目は好みです、防具は1ポイントの装備がいいと思います、というコメントをいただきました。なので変えてしまいましょう。要はですね、この確かに見た目はどれでもいい、ヘッドギア、チャイナ服、仮面とかありますよね。私貝持ってるので一番上のおそらく貝が着てる防具のデザインだと思います。これもらっていきましょう。で、最大ヒットポイントはいいっていうのでこちらいただきます。ほい、そして次、これもですね、マグノリアエクレールっていうのが多分貝の武器かな。ラムレザルもね一体出てるんですが、ちょっと貝装備でいっちゃいましょうね。敏捷性、敏捷アップ、マグノリアエクレール、これにしましょう。ほい、召喚。はあ、終わった。これね、ちょっと目の上の単語部って本当にどれ選んだらいいか分かんないので迷ってたんで本当に助かりました。ゆうゆさん、ありがとうございます。では続いてこちら、いっぱい召喚権いただいてるのでやっていきましょう。まずは星2の召喚権いきましょう。受け取る、何が出るか。まあ普通に光の元素と。次は星1から5の装備召喚権ゲット。ああ、星1の武器だよ。そろそろあれですね、この辺もうとっとと正体が分かってるので受け取っていきましょう。で、いよいよ来ましたね、この下の星4キャラ。これが、ログイン14日目ということでもらったチケットになります。これ早速
いきますね。まず星さんからいきましょうか。ほい。星が成長したかしら。あ、カリン出ましたね。カリンダブりましたよ、これで。そして星4、引きましょう。スタート。じゃあ、行きますよ。シルビア。これもダブりましたね。ってことは、合体させられるってことなんですよね。あっという間になんか終わってしまいましたね。なんかね、いろいろね、やっていきたいんですがね、時間が尺長くなっちゃうんでね、端的にいきたいんです。では、早速ですが、今日は何しようかな。イニシエの塔、この13まで行ってみましょうか。このキャラが出てるところまで。では、準備。まあ、まだ、いけるかと思います。こちらで行きましょう。あ、でもレベル1だ、まだ。まあ、いっか。ちょっとブラックローズに注目してみましょう。いけ。なんかこちらの敵全くまだ見たことないな。なんかハリネズミみたいな敵。弱い。レベル1でもいけますね、ブラックローズ。ここじゃ経験値が入んなんだよな、確か。おお、ラッキー。オッケー、ドン。おお、わあ、ゾンビですね。初めて見た。ああ、星6にしたかったな。レベルが足りないとは気づかなかったな。よっしゃ。では次で最後です。早速このなんか大ボスですよかね、行ってみましょう。スタート。まあでも13回ですからそこまでね。あれ違うよ、なんかあのキャラクターの顔は何なんでしょうね。おい、プレゼント、もしかして、もしかして大ボス弓矢ですね。早くね、シナリオの方もスタミナしたいんですよね。動画撮るためにちょっと撮っといてるけどね。何でこれなら、ライドザライクに。かえいか。ハートを狙い撃ちよ。オッケー。プレゼント、ああ、別に違うんだ。何これ、これ何だったの、この子。何これ。あ、友達の情報なんだ。あ、私の友達さんがここまで来てるっていう情報が出てんだな。あ、そういうことね。なんか区切りのボスかなんかかと思っちゃったよ。じゃあ他にいる人たち、うわ、いった、50回52回、すごい。なんか私まだ友達が8人しかいなくて、すごい10人ぐらい欲しいんですけどね。一番上何回なの、110回、先遠いな。すごい、この人101回まで行ってる。しかも星4ばっかりで行ってるね。いけるもんなのかな。よし、ということで今回イニシエの塔はここまでです。なんかすっげえ中途半端なっちゃったな。で最後にいきましょうね。 SP ボードガチャ一回引きましょう。前回この星さんの雲でしたね。ってことはそのあたりにいいキャラクター眠ってる可能性がある。雲の横とか行ってみましょうか。こっちだ、いきましょう。お、来たー、なんか星4来たよ。エースではなかったけど星4、誰でしょう。お手紙が届いてますよ。なんだろう、 SP ガードガチャで虹の聖戦までいただいてるよ。受け取る。あー、マジかよ。
ボックスいっぱいになってたんですが、整理したらブラックローズあっという間に22になっちゃいましたね。ラッキー。お手紙が届いてますよ。これはもしかしたら明日までいけるかな。はい、受け取る。次からは相手を選ぶことね。デイジーというキャラですね。デイジー、どんなキャラなんでしょうか。デイジー、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 いた。次からは相手を選ぶことね。ロック。次からは相手を選ぶ、領主の羽であり月光守護団の王さ、弟を守るために引用術と忍術を学んだ。王さ、長らしくどちらの技も団に中で右に出る者はいない。魔法型ですね。敵一人に魔法力155のダメージ、全ての敵魔法力にダメージ与えます。魔法特化だね。これもどうなんでしょうね、使えるんでしょうかね。ちょっと期待してみましょう。すごい団長ですからね、デイジーさん強いかもしれないです。はい、ということで今回はようやくブラックローズを進化させる、そして新たな戦力デイジーを手に入れた動画になりました。では皆さんバイバイ。ご拝聴ありがとうございます。世界一遅いモンストブログ、録画の動画だけではなくなんと生放送もやっております。その際にはこちら Twitter のチャンネルにてマルチ募集をしております。こちらの方も登録お願いします。そして YouTube の方もよろしくお願いします。こちらに登録出ております。ではバイバイ。